はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニュースティートやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ今日も今日とてアキンと遊んでいこうと思うんですが、最近ね、もう寒くなってきて、ちょっと僕ね、あの動画を撮るモチベーションはあるんですけど、なかなかですね、動画を、撮る、なんか行動に移れないというか、動画撮ろうとか思いながらさ、もうずっと布団の中にいるんで、ちょっとね、もうまずい状況になってます。はい、まあ今日使っていくのは、もう使いたい武器ない。どうしよう、みんなちょっとコメント欄でさ、使ってほしい武器さ書いてくんない？なんか補給物資って結構ハードル高いから、普通の武器がいいんですけど、マジでさ、ニューステイト前回のアップデートで新武器追加してくれなかったんで、もうね、僕としてはかなり困ってます。はい、もうやっぱりさ、ニューステイトのこの動画投稿者っていうのはもう絶賛ですね、ネタ切れの嵐の中にいて、もう毎日毎日動画を撮ってる人はですね、相当、きついと思う。うん、なんか新しい武器がね、一つでも追加されればとりあえずさ救われるんですが、11月の、1周年大型アップデートではですね、新武器4つぐらい来てほしいですね。はい、一気に、もう一気に出してほしいということで、まあそんな淡い期待をしつつ今日も遊んでいこうと思うんですが、何使っていこうかな。なんかハンドガン縛りしてほしいっていう声もあったんですけれども、ちょっとディーグルは前使ったので、ちょっとなんかいいハンドガンないかな。いやー、16かー、16使っちゃうかー。ちょっとミュータント使いたいってね、まあ思ってたんだけど、実はでも16でいいや。今回はじゃあ16となんか使っていこう。16フルオートとかさ、みんな使ってないっしょ。こういう使われてない武器に救済を与えていくんで、僕は。じゃあ、まあこんな感じでいきましょうか。とりあえずね。はい、完成しました。今回の武器構築は、16と M110 を使ってね、やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。あ、でもカスタム2でもいいな。正直どっちでもいいんだけどが、カスタム216なんて絶対誰も使ってないじゃん。そういうなんか、使われてない武器、構築をさ、やっぱ使っていくのが、まあ、この環境ですね、メタル、まあ、ヒントになるわけですな。うん、やっぱ7ミリ環境って言われてるんですが、それをね、メタルためにはどうすればいいかっていうのを、まあ、ひたすらに考えていく。うん、ベリルとかね、 AKM に打ち勝つにはどの武器を選ぶのが最適なのか。まあAKα とかだな。うん、あとは MG3 とか、やっぱ数値がものを言うからさ、ヒルソクナンバーワンのさ MG3 とか使えば、まあ理論上は勝てるわけよ。でもやっぱみんなさ、理論だけじゃうまくいかないっしょ。ってかもうミニ使う。じゃあこれでいくが、今回こんな感じでいきます。あとサムグリップやって、どうしよっかな。いやー、フルオートちょっと迷いますね。まあ迷うんですが、どっちにすればいいか、教えてください。かわいい、かわいい、これ見て、みんな、俺知らなかった。ほら、レッドドットがさ、葉っぱついてる。しかもなんかサングラスもつけてるし、この16マジか。やっぱ使わないとさ、こういう小さな発見もできないよね。こういうことなんですよ、やっぱり一期一会っていうかさ、使ってみないとわかんないよな。あ、知らなかった。ありがとう。今日は新しい発見をできたので、まあ非常に嬉しいですね。もうバイパーなんてつけずに行きましょう。はい、ということで、まあ昨日ですね、天下不武が あったようで、まあコンカラーのね、ナンバーワンを決める戦いがあったみたいなんですが、まあ僕はね、出場していなかったんですけど、出場された皆さん、お疲れ様でした。次回もし、天下不武がね、また開催されるのであれば、僕もね、出場したいと考えてますので、久しぶりのね、まあ大会、まあ、選手として、まあ、僕も頑張りたいかなと思いますから、まあ皆さんね、応援のほどよろしくお願いします。はい、ということでね、まあ16をですね、まあカスタムして今ね、アンチ向かってるんですけど、やっぱり普段さ使われてない武器を使うことによって敵からしたらね、予想外の一撃になると思うので、まあ、こうやってですね、使われてない武器を使うっていうのは、まあ、非常にですね、有効的な、
戦術になってくるんですよね。この環境をぶっ壊すのには最適なんでね、皆さんもですね、ぜひ真似してこの16使ってみてください。あ、いるわ。 M4 ね、 M4 は結構見るよね。ソロだとやっぱりみんな安定したいのかな。M4 使っているんですけども、M4 じゃなくて時代は M16A1 ということでね、この武器を使って M4 もベリルも AKM も全員しばきましょう。はい、カスタム2使ったらよりいいかなって思うんですけど、今回はね、ちょっとひよってフルオートを使っていこうと思います。はい、久しぶりだからね、16フルオートで皆さん許してください。もうちょっと尖らせたい人はカスタム2使ってもうバースト16で敵全員バーストさせてほしい。メンタルバーストね、狙ってみてください。はい、揃いました。これ完璧ですね。もう文句なし。もう火の打ちどころがないな、これは。完全に揃ったんで、とりあえずね、またアンチズルとかね、行くか。いや、絶対セントラルの中いるからな。一旦少しね、様子を見てもいいかもしんない。あと38秒あるんで、ここ38秒ね、フルで僕にちょっと使わせてください。まずは、最初に動かないことが大事だから。ああ、ほらね、来てる来てる。ああいうやつを、しばいていくわけよ。はい、一撃ヘッドショット。俺からはもう逃れられない。でも俺、今銃声出しちゃったからな。こうなると、状況変わってしまうんですよね。こうなんか、刻一刻と、なんか、戦況がさ、変わっていくこの状況に対して、適応できるのかどうか。やっぱ生物ってさ、環境に合わせて変化できないと絶滅していくんで、ここでですね、今までのムービングかますと絶滅する。で、予想通りいたな。セントラルには1枚いたようです。まだいる可能性あるから気をつけていきましょう。怖いですね。バギーで過ぎ去ってくれたのはかなりありがたいんですが、この辺にいないとも限らない。あ、来るのか。あ、そっちか、そこ止まったのか、もしかして。いつものポジかな。あ、いるじゃん。なんで。はい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 、最強16、最強。みんな見たか、こういうこと。マジ16とミニが最強なんだよ。はい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 、丸見えですよ。そんな伏せてさ、横移動しても丸見えだからね。全部見えちゃってるわけよ。最高だな。やっぱ16とミニか。時代は M4 とかもう終わってるわ。遅い遅い、時代に追いついていません。新時代の幕開けだからな。もうさ、新時代っていう歌めっちゃ流行ってるじゃん。もう過ぎ去ったのかもしんないけど、そういうことなんですよ。流行りに乗っからないと置いてかれるぞ、マジで。 M4 はさすがに時代遅れすぎてクソワロタ。これめっちゃうまいね。で、サンスコとかも、もらっておいて、完璧ですね。完全体です、これが。いやー、16マジ強えわ。舐めてると置いてかれるぞ、本当に。普通にさ、レッドドットの16フルオートが、マジで化け物すぎる。強すぎる。バーチカルと、コンペンね、つけてるんで、もちろんね、安定力ってのは非常に高まってるんですが、この完全フル装備、16が、もう、天下取っちゃいます。あ、いるね。あんなところにいますね。しばきますか、サンスコで。オッケー。見た？一瞬敵のことをね、沈められるか不安になりましたが、そんな不安はいらないのよ。16なわけよ、時代は。強すぎ。マジで最強すぎ。あー、目の前にもなんかいそうなんだよな。だから警戒しつつでいきましょうか。怖い怖い怖い。あー、やばいやばい、怖い怖い怖い。電車をしっかりと使って遮蔽にね。で、あとはこっちの、敵が怖いんで一旦寄っておきます。いるな。います目の前います。なんで一旦、そこか、そこにいるわけね。
じゃあここはもうグレネード放り込んであげるわけ。こっちか。あ、やべやべやべ、ミスった。やっちゃった。敵のさ、注意を無駄に引いてしまう結果になってしまったのかもしれない。わからない。あ、とりあえずあのバギー使うかもな。使わないか。あそこにいるじゃん、家ん中ね。家ん中1階の角か。しばきます。じゃあ、ちょい、どっか行った。キャンセル。いやー、ちょっとめんどくさいな。君を早めに沈めないといけないんだよな、僕は。じゃ、ここ、こうやってグレネード投げておいて、入らなかったんで、行きましょう。もうアンチング行かないとまずい。裏怖いけどね。裏怖いのは分かってますが、敵相当警戒してるんで、もうそのまま行っちゃう。ああ、バギー乗ったか。じゃあ、まあ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 、大丈夫でしょう。車乗ってるやつなんて、引かれることさえ警戒しとけば、なんとかなる。左回りで行きましたね。あと、生存3か。じゃあ、あの、バギーマンと、目の前の家にいる2階のやつか。で、バギーは丘の方行ったでしょう。で、僕はちょっとこの辺の遮蔽使いながら、じわじわじわと、敵に詰め寄っていくわけです。さあ、まあ、出揃ったな、じゃあ。役者は出揃ったので、あとは、もうあと、なるようになるさ、なんとか。ここで僕は待機。いるね。いや、気づかれてるかもしんないな。グレネード投げときます。うわ、最悪。最悪。危ない。危ない。もうマジかよ。貴様なかなかやるじゃん。しかももう一回グレネード来る。これまずい。領域展開する。はーい。最強の盾。これがバーバリアンの盾なわけよ。まずいか。まずいか、まずいか。食らいません。全然痛くも痒くもありません。まずい、まずい、まずい、まずい。まずい。あー、それは無理。グレネード何個持ってんの本当に。もう戦おうよ銃で。なんでグレでさ勝負決めてくるん。ということでね、皆さんは、グレネードなんかには頼らずに、ま、己の信じたね、銃器を使ってぜひドンカツ取ってみてください。以上こんがりでした。じゃあな、じじー。